党のね、代表権について本当にご心配をおかけしておりますが、なかなかちょっと決着がつかずにですね、今日、法務局の方に行ってきたんですが、まあ、大津さんの方から、仮処分の申し立てがされているということなので、この後ですね、裁判の方で決めるということになります。で、来週、月曜日、火曜日ぐらいには裁判の日が決まって、こちら、斉藤君や弁護士をですね、連れて、千葉地裁の方に行くということになると思います。党本部がね、千葉県の船橋なんで、裁判するとこ千葉地裁なんですよね。で、まあ、そこで、来週、早ければ来週中、遅くても再来週にはですね、まあ、仮処分の申し立てっていうことを向こうがしているので、どちらの方が、まあ、党の代表にの可能性が高いのかと。まあまあ、とりあえず一回決着つけるんですよね。で、これ仮処分なんで、その後不満があったら、地方裁判所で、高等裁判所、最高裁判所っていうことを争えるんですけども、まあ、もちろんね、和解できる可能性もゼロではない。まあ、裁判所は当然和解を進めてくるとは思います。で、こちらとしてはそこまで固くなりになるつもりはないんですけども、まあ、大津さんの方がですね、なかなか、厳しいのかもしれません。まあ、いずれにしてもご心配をおかけしておりますが、もう一週間ほどですね、お待ちいただいて、ね、ちょっと心配の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、少なくとも大津さんの方もですね、その壊滅的なことをしようとか、なんて言うんでしょうかね、いわゆるその、こう、党を潰して、債権者にね、こう とんでもない、その損害を与えようとか、そういう方ではどうもなさそうなので、そこは本当に安心しました。ということでですね、もうしばらく、これ解決まであと1週間、2週間ぐらいかかりそうですね。お待ちいただきたいと思います。